はい、皆さんこんにちは、神の子たちです。はい、今回ですね、100均の電動磁気師の性能を検証。はい、ということでね、まあ、今回皆さんに紹介するやつなんですけど、こちらです。じゃーん。はい、まあ、最近ね、100均のダイソーさんで、まあ、こんな感じのね、電動磁気師っていうやつを見つけました。なんとですね、これね、100円だったんですよね。いや、これすごいなと思いました。まあ、でもですね、よく見るとですね、これ別売で、これアルカリの単4電池がいるというやつなんですけど、まあ、それでもですね、ここのところにまあモーターが入ってて、まあ、消しゴムがついてて、こんなホルダーになってるんで、いや、これ頑張ってるなと思いました。でね、これのね、まあ、消え方というか、まあ、そんな実力というのがどんな感じかなっていうの、これ皆さんも気にならないですかね。まあ、自分もこれ気になったんでね、まあ、早速買ってきたんですけど、まあ、最近結構これ見つけたアイテムになります。はい、ということでね、まあ、今回ですね、まあ、これの実力の方をまあ検証していきたいのと、あとはまあこれ自体の商品の紹介の方もしていきたいなと思うんで、まあ、ぜひですね、気になる方は、まあ、購入の参考にしていただけると嬉しいなと思います。まあ、最後にいいねとチャンネル登録の方も忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、まずはですね、まあ、パッケージの方からね、まあ、見ていきたいなと思います。じゃあもうちょっと拡大の方をしまして、はい、じゃあちょっとね、パッケージ上から見ていきますね。はい、まあ、これね、新しいダイソーさんの、まあ、ロゴがついてます。まあ、もしかするとこれ昔からあったかもなんですけど、まあ、そうですね、まあ、最近のこの、まあ、マークがついて、まあ、パッケージは新しくなったんじゃないかなという感じです。で、まあ、電動磁気師、まあ、エレクトリックイレーサーと書かれてて、まあ、細かい箇所も綺麗に消えるということでね、まあ、こんな感じでなんかイラストが書いてあって、ぐにゃぐにゃぐにゃってなんかこんな感じになってます。で、まあ、スイッチ一つで回転磁気師、まあ、やっぱり中のところにモーターが入って、まあ、その回転ですね、まあ、その力を利用して、まあ、消えてるよみたいな、そんな感じですね。で、まあ、アルカリのね、まあ、単4電池2本、これ別売っていうのが、まあ、ここのところがちょっと注意ですね。で、今回横のところにアルカリの単4電池用意してるんでね、まあ、それを入れてみて、まあ、検証の方したいなと思います。で、この下なんですけど、これはまあどっかの言語ですね、まあ、書かれてます。で、まあ、消しゴムエッジイレイサーナンバー6というのは、まあ、こんな感じになってます。で、これ色なんですけど、まあ、自分白買ったんですけど、まあ、これ以外ですね、まあ、灰色とか、あとはなんか水色みたいなのが、まあ、自分行ったお店にはありました。まあ、他のお店だとなんか他の色あるかもなんですけど、まあ、一応まあ白がね、まあ、個人的にまあ気に入ったんで、まあ、白を買ってきたよっていうふうな感じになります。はい、ということで、じゃあ後ろから見ていきたいなと思います。はい、まあ、後ろ向けてみるとこんな感じです。まあ、プラのこのマークがついてて、上のところ、はい、まあ、こんな感じでバーコードがついてます。で、スイッチ一つで回転磁気師っていうふうにね、なんかびっくりマークがついてるんですけど、まあ、英語にするとなんかこんな感じかな。はい、で、まあ、下のところさらになんか水色でなんかまた違う国の言葉がなんか書かれてるかなという感じになってます。で、まあ、ご使用方法ですね、まあ、ゴムの変え方、まあ、ゴムの変え方はこれそんなに複雑じゃないですね。まあ、丸1と丸2、まあ、こことここですね。はい、まあ、外してまたつける、まあ、これだけな感じです。で、ここのところ ABC というふうに書かれてます。まあ、ここのところひねってパカッと開けて中に電池入れて、まあ、その逆の手順するとまた戻るいう感じなんですけど、まあ、これが電池の入れ方ですね。まあ、A、はい、まあ、車線部分のところ、うん、車線かな、これ車線になってるかな、これ、うん、ちょっと怪しいですね。なんかちょっと近づけてみるんですけど、なんか灰色かな、うん、これなんかちょっと車線に見えないですね。ちょっと肉眼で近寄ってみてもちょっととこれ車線かどうかは分かんないんですけど、まあ、一応この車線部分を矢印方向に回す。で、まあ、横を向けて中央で2つに分けると、はい、で、まあ、電池を取り替えるというような、まあ、こんな感じの ABC の手順になってます。 ABC っていう感じですね。はい、で、まあ、これが英語で書かれてて、まあ、他の言語で書かれてて、まあ、替えゴムですね。まあ、これが別売なんですけど、ちょっとですね、自分これ替えのゴム気になってお店で見たんですけど、ちょっとねこれなかったんですよね。うん、まあ、自分が行ったお店だけかもなんですけど、もしかしたら他のところあるかもしれないんですけど、ちょっと自分は見たところはなかったです。はい、で、まあ、電動磁気師用替え後もご使用くださいというふうに、まあ、こんな感じで書かれてます。で、まあ、使用電池に関してなんですけど、これはアルカリの単4電池を2本、まあ、これが別売という感じです。で、まあ、プラスマイナスの向きはまあこんな感じになってるよという感じです。まあ、でもそんなに複雑じゃないんですよね。はい、ということで、まあ、下のところ見てみます。まあ、ご使用上の注意、はい、まあ、ご使用前に必ずお読みください。またご使用中は保管してくださいってなんか書いてあるんですけど、このパッケージ保管する人はあまりなんかいなさそうな気がするんですけどね。まあ、むしろ読まない人の方の方が結構多そうな気がするんですけど、はい、まあ、一応人体へはまあ使用しないでください。あとはまあ強い衝撃を与えないでください。
はい、まあ、あとはまあ用途以外のことにはまあ使わないでねとかね、あとはまあアルカリの単イオン電池ですね、まあ、これをまあ使うよというところがまあ大事かな。はい、あとはなんか分解のこととか、あとは口の中に入れないとか、まあそんな大したことはでもこれ書かれてないかなという感じですね。まああのアルカリの単イオン電池2本使用するっていうところがまあちょっと注意かなという感じです。はい、でまあそれがまあ英語とかまあローカライズされた言葉で書かれてて、まあここのところがダイソーブラジルってなんか書かれてるとか、まあちょっと気になりますよね。でまあメイドインチャイナで、まあダイソーさんのまあロゴがついてるんですが、まあ他にそうですね、なんかメーカーのロゴとかもまあ見当たらない感じなんで、まあダイソーさんのオリジナルの商品かなという感じです。でまあ材質に関しては本体が ABS で、ホルダーステンレス、消しゴムゴムというふうに書かれてます。でまあ下のところローカライズされたやつが書いてあって、まあ今回ですね、これちょっとサイズのこととかなんか重量のこと書いてありますね。はい、まあ縦が、縦じゃないや、横が 25mm で、縦が 112mm で、奥行きが 20mm になってます。でこれ今回のやつなんですけど、重量これどうなのかな、電池含まずかな、まあ 32g と書かれてます。はい、でまあ MTD の 19P の 10D138 っていうのが型番かな。で消しゴム H、まあ、イレーザーナンバー6というのがまあ今回のやつです。でね、今回のやつなんですけどね、ここなんですけどねここなんかね、ちょっと気になること書かれてますよね。まあ、ちょっと見てみましょうか、これ。はい、ロットナンバーインチスペースで、これ四角で囲ってあって、この下になんかですね、このあの0809 CLL かな、L かなんかちょっと消えてる感じなんですけどね、これちょっとですね、うん、これなんか印刷なんかミス的ななんか感じしますよね。うん、なんかあくまでもこれ自分推測なんですけど、うん、例えばこれデザイナーがですね、まあこんな感じをパッケージにして、まあここのところになんかあのロットナンバー入れるスペースだよみたいな感じでなんか書いてたやつが、うん、そのままなんか入った状態でこれなんか流れちゃったのかなみたいな感じしますね。でさらにですね、まあこれでね、またあの回収してなんか直したらよかったと思うんですけど、さらにその外のところになんか印刷をかけるみたいななんかそんな感じになってて、ちょっと後悔ですねなんか面白いというか、なんか強引な感じになってるかなと思います。まあもしかするとこのロット入れるのが何かあったのかな、なんかちょっといろいろ推測はできるんですけど、なんかちょっと面白いことになってますね。はい、というのはまああのこんな感じのやつになってます。でこれがずらーっとぶら下げられて売られてて、まあさっき言ったように、まあ自分が行ったお店ではなんか灰色のやつとかなんか水色のやつとかがまああった感じです。まあ他の色もなんかあるかもしれないですね。はい、ということでね、じゃあちょっとね、これあの中開けていきたいなと思います。まあここのところこうしてみると、あのこうやって取り出すことができます。で、ね、これ今回のやつね、ここのところがなんかあのこんな感じでなんか分かれてるんで、ここのところになんか替えの消しゴムでもなんか入れてほしかったですね。まあでも一応入ってないような感じになってます。でも中身を取り出してみるとこんな感じですね。はい、じゃあちょっとこれパッケージ置いておこうかなと思います。はい、見た目こんな感じです。はい、まあ結構シンプルな、まあ、感じですよね。はい、じゃあちょっとね、あのこれあの中電池が今入ってない状態なんでね、まあ、ちょっとあの電池を入れるのもありますし、あとはそうですね、これあの中身ちょっと開けてみたいなと思います。じゃあちょっとこれグーッとこれ近寄ってみますね。はい、まあ、ここのところもう単純にこれ押すだけなんですよね。しかもこれなんかホールドがこういう風にできればいいんですが、これホールドもないような、もうこっちを押すだけみたいな感じです。しかも押して指離すとまた戻るみたいな感じでね、はい、まあ、こんな感じになってます。でここのところちょっとこれ白で分かりにくいんですけど、なんかねここにあのツイストオープンって書かれてるの分かりますかね。はい、はい、ちょっとこれ白がなかなか厳しいんですけど、はい、あのツイストオープンって書いてあります。つまりあのここのところをこういうふうにひねってあげることができます。まあそんなにまあ力はいらないんですけど、一応あのカチっていう感じですね。はい、でまあここまでツイストすることができて、ここのところをこういうふうにまあ取ることができます。まあ取ったパーツはこんな感じですね。はい、でまあこれ取ってあげると、ここのところにさらになんかね文字が書いてあるんですけど、ちょっとこれ白で分かりにくいかな。はい、まあちょっとねこれ分かりにくいんですけど、ここのところにね一応なんか文字が書いてあります。はい、もうちょっとこれ拡大してみようかな。あ、ごめんなさい、こっち側かな。はい、こっち側にねまあちょっと文字が書かれてるんですけど、ご覧ください。はい、なんかねオープンヒアってこういう風に書かれてるんですよね。はい、わかりますかね、ツイストオープンの上のところなんですけど、
あ、こうしたら分かりやすいかな。これオープンヒアって書いてあるんですけど、これ何の意味かですね、まあ、ちょっとこれ分かんないんですよね。はい、ということでね、じゃあこれね、どういうことかというと、ここのところがこういう風に上に、まあ、単純にこういう風にパカって開けてあげる感じなんですけど、はい、中開けてみるとなんかこんな感じになります。まあ、一気になんかメカっぽくなったような感じなんですけど、これめちゃくちゃ単純で、まあ、ここのところになんかモーターがあって、この先端のところになんかこんな受けのやつがついてます。まあ、ここに消しゴムがまあついてる感じなんですよね。でこのモーター自体がこれ昔なんかね、まあ、これ世代にもよるかもなんですけど、ミニ四駆とかされた方はまさにそのサイズぐらいのこれ電池が入ってるんで、そうですね、これミニ四駆用のなんかもっと回転数が高いようなやつとかやってあげると、もっと高速で回るような感じで、まあ、簡単にこれ変えることができるんじゃないかなと思います。まあ、そんなになんか接着剤でなんかつけてないような感じがしますし、これ単純に外すことできるんで、まあ、そんな感じで改造もできるかなと思います。でここのところ、まあ、単位音のやつですね、1.5V のやつを、まあ、プラスマイナスこんな向きな感じで、まあ、入れるというような、まあ、こんな感じの非常に単純な仕組みになってます。はい、ということでね、じゃあ今なんですけどね、ちょっとアルカリの炭酸の、あ、炭酸じゃないや、単用の電池出したいなと思います。はい、それがこちらになります。はい、まあ、こちらですね。はい、まあ、パナソニックのエボルタ、はい、まあ、これ用意しました。これもう開けてすぐぐらいなんでね、まあ、そんなに減ってるわけじゃないんですけど、じゃあこれをですね、まあ、間違えないように、まあ、マイナスこっちでプラスこっちですね。で、あとはこっち側を、まあ、プラスがこっち側で、まあ、マイナスがこっち側ですね。はい、まあ、こんな感じで。はい、まあ、こういう感じで、まあ、セットしてみました。じゃあこれさっきと逆の手順ですね。まあ、ここのところ上を、まあ、パチンと、おお、もう今ブイーンって回っちゃいましたけどね。はい、まあ、ここのところこういう風にしてみて、まあ、ここのところこういう風にカチッとしてます。はい、まあ、これで、まあ、一応戻った感じなんですけど、まあ、ちょっとさっきね、触れて回っちゃったんですけど、まあ、もう一回回してみたいなと思います。はい、まあ、こんな感じなんですか。案外そこまで大きい音しなかったですね。もっとブイーンブイーンってものすごい音するかなと思いきやですね、まあ、うん、案外、まあ、これぐらいの音だと、まあ、大丈夫かなと思ったりもします。じゃあちょっとですね、マイクの元にもうちょっと近づけて音聞いてみましょうか。はい、まあ、こんな感じで指でね、これちょっとずっと押さえとかないといけないがね、あるんで、まあ、やっぱりちょっとホールドの機能はちょっとつけてほしかったかなみたいなところあるんですけど、まあ、一応こんな感じでグイングインと回るような感じになってます。で、まあ、これが撮ってみるとどんな感じかというと、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ここのくぼみのところに、まあ、この消しゴムを入れるよみたいな感じになってます。まあ、この消しゴムのサイズ、これ結構シャーペンのなんか上のところに本当についてる消しゴムぐらいですし、もうなんか機能的にもまさになんかそんな感じですね。まあ、これが高速でこの、はい、モーターで回るよみたいな、はい、まあ、こんな感じのやつになってます。はい、じゃあこれね、ちょっとね、消しゴムの径、まあ、本当は別売のやつあったらよかったんですけど、ちょっとこれのぎすぎ測ってみましょうか。どれぐらいのこれ消しゴムの径なのかな。はい、ということで、まあ、見てみると、まあ、大体、まあ、4.7 か、まあ、4.8 とか、なんかこんな感じですね。まあ、ただこれ消しゴムなんで、まあ、ちょっとこれ弾力があったりもするんで、まあ、5ミリぐらいまでだったらなんかいけるんじゃないかなっていう感じがします。はい、ということでね、まあ、自分ね、ちょっと持ってるね、まあ、ノック式の消しゴム、ちょっと何個か出したいなと思います。じゃあ、まあ、今回ちょっと比較にも使うかなと思うんですけど、なんかこのトンボ鉛筆のモノのゼロ、まあ、これはかなり先っぽがまあ細いですよね。まあ、これと比べてもまあ細いやつだったりするんですけど、まあ、こんなやつがあったりとか、あとは靴輪さんがなんか字消しっていうやつの、なんかこのペンタイプのね、ペン字消しっていうやつまあ出されたりするんですけど、はい、まあ、これと太さはまあ結構似てるかなという感じがします。まあ、これの径がまあどれぐらいになるかちょっと見てみましょうか。はい、まあ、これが 4.9 か、まあ、5かぐらいな感じな、まあ、4.8 か、まあ、それぐらいなんで、そうですね、まあ、これとこれがまあ互換があるような感じになってます。あとはなんかいろいろとなんかこういうやつがまあったりもするんですが、これ 3.8 ですよね。はい、なんかまあそんな感じなんで、まあ、そうですね、ちょっと消しゴムはなんか選ぶかもしれないんですけど、まあ、市販の他のやつで、まあ、代用が効くかなと思います。まあ、これがそうですね、まあ、ここのところに K が書いてあるのかな。これ Φ5 ミリって書かれてますね。まあ、これが、まあ、ペン字消しのこれ消しゴムなんですけど、はい、ということで、まあ、いざとなったら、まあ、このペン字消しをまあ切ってですね、まあ、つけてみるということもまあできるんじゃないかなというやつになってます。はい、ということでね、じゃあ今からなんですけどね、まあ、これのね、実力の方ですね、まあ、いよいよ検証の方していこうかなと思います。で、今回ですね、まあ、紙の方を用意を事前にしました。それがこちらになります。じゃーん、はい、まあ、こんな感じで用意してみました。
はい、まあ、あのユニの、ね、まあ、鉛筆の方でですね、まあ、あの 10H から 10B まであるやつがあるんで、まあ、それでバーって引いてみました。まあ、そうですね、まあ、実用的な範囲はまあ 4B までぐらいかな。はい、まあ、上もこんな 10H まではもうね、美術以外にはあまり使わないかもしれないんですけど、まあ、一応こういう風な感じで弾いてみました。で今回ね、まあ、検証してみようと思うのが、まあ、今回ね、あの電動字消しのまあ普通ですね、あの市販されてるバージョンのままです。でもう一個はですね、あのペン字消しの先っぽだけ切ってみてちょっとつけたやつをやってみようかなと思います。あとはまあペン字消しですね、あとはまあモノゼロ、まあ、さっきあの出したこの細いやつですね、はい、まあ、これでやってみるのと、あとはあのレーダーの消しゴムと、あとモノのやつですね、はい、まあ、これであのちょっといろいろと消してみようと思います。はい、あとはですね、ちょっとね、まあこれパッパッパってちょっと消しカスを払いたいんで、まあ、ちょっとこの羽のやつも使いたいなと思います。はい、ということでね、じゃあですね、まあそうですね、まずはこのモノとレーダー、まあ、これからいってみましょうか。はい、まあ、この切れ味に、まあ、定評のあるやつなんですけど、そうですね、1回2回とこういうふうな感じでいってみましょうか。はい、ということでじゃあまずはモノのやついきたいなと思います。はい、ということでね、じゃあ、あのモノのやつをまあいってみました。はい、まあ消えた感じ、まあこんな感じですね。はい、いかがですかね。そうですね、まあ結構実用的な HB とかなんかそのね 4B とか、まあその辺のあたり、まあ結構いい感じでこれ消えてますよね。やっぱりあのまあ実力はあのお墨付きだなと思います。じゃあこのレーダーの方もやってみますね。はい、はい、まあ、2回やってみました。まあ、同じくあの払いたいなと思います。よいしょっと。はい、まあ、こんな感じになります。うん、やっぱり綺麗にまあ結構消えますよね。はい、まあ、HB とか、まあ、4B とか、まあ、2B とか、まあ、2H とか、まあ、その辺あたりですね。まあ、このあたりをちょっと見てください。まあ、割と結構消えてるかなという感じです。はい、ということでね、まあ、ここでですね、じゃあちょっとこっち側行くんですけど、まあ、普通の今回のやつですね、まあ、これのちょっと切れ味見てみましょうか。はい、はい、ということでね、じゃあ行きたいなと思います。まあ、これどうしようかな、まあ、ちょっとあの、うん、なんか1、2という感じじゃなくて、なんかブイーンとちょっとやってみましょうか。はい、なんか独特の感じですね。なんかちょっとコントロールがこれあの慣れてない方は結構難しいかなと思います。まあ、でもあのこんな感じであのグイーンと今やってってます。はい、ということでね、まあ、ちょっとあのブイーンとやってみました。なかなかちょっとまっすぐっていうのが行きにくいですし、ちょっとこんな感じになっちゃいましたね。あの薄い紙でちょっとねやっちゃうとこんな感じで、なんか消しゴムがなんか横にあの固まっちゃうみたいな、まあこんな感じになっちゃったんですけど、うん、そうですね、まあ、ちょっと、まあ、消えたところちょっと羽ではこれ払えない感じになっちゃいますね。これちょっとあの注意ですね、あの、まあ、筆圧というかこの押さえ方がちょっと必要になるかなと思います。うん、そうですね、まあ、この HB のところとか、まあ、でもなんかブイーンとやった割にそんなにあまり、うん、綺麗にならなかったかな。しかもあのサイドにこんな感じになるとはちょっと思わなかったですね。はい、じゃ消しゴムの方どうなったかというと、あのこんな感じになりました。はい、これなんかあれですね、あのクルトガかよみたいな、なんかもうそんな感じですね。あのくるくる回って尖り続けるが、まさになんかこれあのね、すごい分かりやすくなったような、はい、まあそんな感じなんですけど、まあ1回でかなりこんだけ削っていったんで、いやこれはやっぱりあの火炎の消しゴム結構これいるんじゃないかなというまあ印象がありますね。はい、ということでね、じゃあこれねちょっと取ってみてですね、あのこのペン字消しですね、はい、まあこれにやってみたいなと思います。ただ結構さっきね力がいった感じなんでね、まあちょっと心配なんですけど、これペン字消しの先っぽをね、まあ同じぐらいのサイズにちょっとあのこれ切ってみました。まあこれをちょっとあのこの先っぽにつけてみたいんですけど、うん、やっぱりちょっと径はね、まあ太めにはなるんですけど、グッとやるとやっぱり入るような感じになります。でこれでグイーンって回る感じなんですけど、ちょっと先端横にブレてるんでちょっと心配ですけどね、まあ飛んでいかないことを祈りつつ、ちょっとあの当ててやりたいなと思います。これあまりあの力を入れない方がいいかもですね。はい、でこういう風にやっていくんですけど、あ、これちょっと慣れてきましたね、やり方。これそんなにあの力入れなくていいです。でこうやってやっていくんですけど、これ結構これ細かい、こんななんか消しカスがブワーンってちょっと飛び散るところが
ちょっとあれですね。まあでもまあいいか。まあちょっとこれやってみたいなと思います。あ、でもこれご覧ください。なんかいい感じがしますよ。なんかちょっとこれいかがですかね。これあ、これ結構これいいかもですね。ちょっとね、さっきこれ力入れすぎでしたね、自分。はい、でもね、こんな感じで、あ、これ綺麗にいきますね、案外。はい、ということでね、ちょっとこれ自分これさっきこれやってみたんですけど、これもう一回ちょっと再チャレンジしてみようかな。これちょっと逆カーでこうしてみて、もうちょっと力抜いてこれやってみたいなと思います。はい、いきますね。はい、これでちょっとやってみようかな。はい、そうですね、なんか紙に当たるか当たらないかぐらいの感触で、まあこういう風にやっていくと、うん、まあ消えるかなという感じです。あ、でもちょっとサイドにこのデフォルトで入ってる消しゴムはやっぱりなんかこういう風になんかなっちゃいますね。あ、これ元からついてるこれ消しゴムのこれ性能の影響ですね。やっぱりこういう風なやつがちょっとサイドにこれ残っちゃいます。まあでもこんな感じで、まあ塩は消すことができるけど、これどうかなっていうところですね。これペン字消しにしたらこれめちゃくちゃいい感じですね。はい、というのはね、まあこんな感じになってます。じゃあこれペン字消し自体でね、まあちょっとやってみようかなと思うんですけど、ちょっとこれ手元がちょっと大変なことになってるんで、ちょっとお掃除タイムお掃除タイム、ちょっとここのところこれ、はいはい、まあちょっと払いたいなと思います。じゃあね、まあさっきあれですね、まあ電動でやったらこんな感じで、やっぱりクルトガみたいな感じになりました。はい、ということでね、じゃあこれのペン字消しですね、まあ、これ自体でちょっとやってみようかなと思います。まあ、これ消しカス白でね、まあ、集めることができて、まあ、これも面白いやつなんですけど、じゃあこれでちょっと 消してみましょうか。はい、まあ、そうですね、これ上に1回行ってで、また2回行ってとか、ちょっとそういうのはちょっとこれのタイプは難しいんでね、まあ、ちょっとこういう風な感じでやってみたいなと思います。はい、でまあこれでまあバーッと払う感じです。はい、じゃあちょっとねこれ拡大してみましょうか。ペン字消しさん案外これ結構いい感じですね。うん、なんか後ろのでね、まあ、消しカスが集められるっていうふうな、まあ、ギミックがついてて、まあ、鉄粉がこの消しゴムの中に入ってるやつなんですけど、割とこれペン字消し実力高いですね。はい、素晴らしいと思います。じゃあですね、これでやってみましょうか。トンボ鉛筆のね、このモノゼロですね。まあ、これもモノのね、テクノロジーがまあ入ってるんでね、まあ、消えるとは思うんですけどね。まあ、同じくここのところ消していきたいなと思います。じゃあもうちょっとこうしてみましょうかな。はい。じゃあこれちょっと消していきたいなと思います。うん、案外やっぱりこの 10B あたりはちょっと手強いですね。やっぱりなかなか消しにくいかなと思います。でこれさらに一番これかなり細い、今回の中で一番細いやつなんで、そうですね、ピンポイント消しには向いてるんですけど、ちょっとこれぐらいの範囲消しにはあまり向いてないかもしれないんですけど、まあちょっと一応やってみたいなと思います。まあ、さっきのまあペン字消しと同じぐらいで、まあゴシゴシ、まあ、今やった感じなんですけど、ちょっとこれ払いますね。はい、まあこんな感じです。いかがですかね。うん、個人的になんか見た感じ、うん、ペン字消しの方が結構、うん、まあでもよく似てるかな感じが。はい、まあ一応こんな感じの結果になりました。うん、電動字消しプラスペン字消しのこのバージョンのこの凄さ、うん、これ結構ちょっと意外な結果でしたね。うん、でも結構これ綺麗になるかなと思います。じゃあちょっとねこれ置いておいてですね、もう一個ねちょっとこれ出してみましょうか。はい、それがこちらになります。はい、まあ、これHB のシャーペンでね、なんか文字を適当に書いてみました。まあ、これをね、ちょっとピンポイント消しみたいな感じで消してみましょうか。もうすでになんかちょっとクルトガンみたいな感じでこうなっちゃった感じなんですけど、はい、じゃあこの状態でちょっとですね、このアイウェオの O の部分の点とか、まあ、この点とかちょっと消してみましょうか。はい、まあ、こんな感じで消すことができます。あ、案外結構綺麗かもですね。はい、まあ、こんな感じで消すことができます。じゃあちょっと拡大した状態でこの A のところとか U のところとかこれ消してみましょうか。これめちゃくちゃ軽く当てるっていうのがこれポイントですね。はい、まあ、こんな感じでするんですけど、あ、これ慣れたら割と、あ、いい感じでこれいけますね。まあ、U のこれ全部消してみようかな。はい、ただちょっとこれ力をグッと加えてしまうと、なんか横のところにこのデフォルトでついてるやつはこうやって残っちゃうやつなんで、これやっぱりちょっとこの辺が注意な消しゴムかなと思います。
はい、でもまあ一応まあこんな感じで、はい、あの綺麗に消えるやつになってると思います。じゃあちょっとねこれ先端をやっぱりさっきのこのペン字消しのやつでね、まあ、ちょっとやってみましょうか。はい、まあここのところをよいしょと、はい、まあ、先端をこれに変えてみて、じゃあちょっとあのここの辺消してみましょうか。ABCD のこれ B だけちょっと消してみようかな。うわ、これでいいですね。これめちゃくちゃめちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。で、まあ、D も消してみます。あ、これなんか癖になるほどこれいいですね。はい、じゃあちょっとついでにあのこの B の文字消してみましょうか。 B を、はい、おお、非常にこれいかがですかね。割といい感じでこれ消えますね。はい、というようなね感じでこんな感じで遊べるかなと思います。でこれ先端がねやっぱりこれあのクルトガ、はい、やっぱクルトガってこれくるくる回り続けて先端が尖り続けるなんですけど、それめちゃくちゃこれあの体感できますね。はい、まあそういう風な意味合いでもね、まあ最近あのクルトガダイブとかね、まあ出たりとかもしたんですけど、まあその実感にもかなり今回のやつこれいいんじゃないかなと思うんでね、これぜひですね皆さんこれ買ってみていいかなと思います。でこの先端つけるになんかベストな消しゴムを探ってみるっていうのも、これもなんかなかなか面白いかなと思いました。まあ、ちなみにあのデフォルトでついてる消しゴム先端こんな感じでまさにクルトガになっちゃいました。はい、というような感じですね。まあ、今回の動画はね、まあ、これで終わりにしたいなと思います。まあ、この動画が良かった、参考になったという方はぜひグッドボタンをで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。